こんにちは。動画見てくださってありがとうございます。1ヶ月間動画更新できず申し訳ありませんでした。今年もどうぞよろしくお願いします。今年1本目の動画はレグロの多機能ペンをご紹介していきたいと思います。それでは最後までよろしくお願いします。というわけで今回はレグロの2プラス1のご紹介です。2プラス1は 0.5 ミリのシャープペンシルと 0.7 ミリの黒と赤のボールペンを使える多機能ペンとなっていて、カラーは全部で5種類が展開されています。まずはこのペンの全体の様子から見ていくと、ボディはカバ材が使用されていて、しっかりとした木のぬくもりを感じることができます。ペンの長さは全体で 13.3cm、 重量は 27g となっていて、中心はどちらかというと後ろ側にあるといった印象です。ペン先は一般的な多機能ペンと似たような形になっていて、若干ペン先がブレてしまうというふうに感じました。使いたいペンの種類を変えるにはこのように回転する方式となっていて、シャーブほどではありませんが、それなりに滑らかにペンを切り替えることができると感じました。ボールペンのインクやシャーシンを変える際にはこのようにペンの上下を引っこ抜く方式となっていて、これはおそらくやりすぎちゃうと緩くなってしまうので、その点には注意が必要だと思います。ペンの後方はクリップがついているだけで、木軸の良さを生かすシンプルなデザインとなっています。後ろのキャップを外すとこのように消しゴムがついているといった感じです。実際に書いてる様子はこんな感じになります。ボールペンのインクは滑らかなアクロインキが搭載されているので、ストレスなく筆記することができます。一応 4C 規格対応なので他社インクなども使うことができるようになっています。このペンはペンの重心が結構後ろの方にあるので、長時間書くのには少し疲れてしまうかなと思いました。それでは最後に良かった点、残念な点まとめていきたいと思います。というわけで今回はレグロの2プラス1のご紹介でした。まず良かった点からまとめていくと、このペンはバランスの取れた1本だと思います。多機能ペンの王道といった感じで、余計な機能とかは何もなく、デザインも木軸でシンプルな感じとなっているので、年齢問わずおしゃれに使うことができると思いました。もともと単色のレグロの方が好きな方にはこのペンもきっと気に入るのではないかなと思いました。というわけで今回はレグロの2プラス1のご紹介でした。いかがだったでしょうか。皆さんが普段使っている多機能ペンなどありましたら、コメント欄で教えていただけるととても嬉しいです。またこの動画少しでも良かったと思ってくださったら、高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画も見に来てください。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。